さてメルベ来まして、これも HP 低いな。お見せしましょう。まあ S56 ですかね。まあ5かな。またんで HP 下がってる補正で S5 っぽいよね。そう、若干手駒重いんじゃが。お、さあようやく来ました。配信始めて、1時間半やってきましたが、ようやくね、手駒に来てくれました。でも成り打ちするしかないかな。ここからが本番です。さあやっとロライン来ましたけど、手駒重いね。まあ、次フレイムヘリオンかな。そっち来ますよと。まあ、フルヘリ置きましょう。さあ微妙に火炎と回復やっていきまして、さあ相手アイシェ引きましたね。でそこ来まして、アドリオは3200なんですけど、一応ね火炎効果アップは効くんで、まあ、それがどうなってるかっていう。あとコンボスキル自分のキャラクターによりきりなんで、ノートを引けるとね割とコンボスキル伸びやすくなりますね。これは取ってくるのかな。取ってくるもありますが、 C の5もありますね。あ、ちょっともうだるいから、一応ノート、あのロライン取ってきますよと。さあ噂をしたらノート来ましたが、若干遠野パイセンいるんだよな。まあかわしかな。ノートは大体打ってって、若干反射は来てしまうんですが、まあ、しゃーなしと。これはどこかな、右下 X か、それとも、まあ、右下 X かな。矢ずつ取りながら右下 X 打ってきて、ちょ右上の3枚返し動線狙ってますよと。これ竜駒いないとあれなんだよな。フレームヘリオンバフあってもパイセン来た、サタパイ、それ強いね。サタパイは強いの。サタパイ強いね。まあ、回復しましょうか。さあ回復しつつ火炎もぶち込んでいきまして、これは左下 X かな。結構いろんなパターンあるな。うん、まあそれが一番安定ですよね。で若干サタンの吸収が入ってしまうんだが、まあ、そんなに吸収されませんよと。これいけるかな。エンデガバイスでいけますかね。これちょっと火力足んなそうな気もするけど、まあ火炎がねちょっと入ってるんで、フレームヘリオンのおかげで火力も上がってますし、ただまあ村正とか打たれると負けかな。村正スカーハ、スカーハどうかな。1500か回復、微妙だなスカーハは。お、しかしこれは耐えていった風。お、さらにヤンドロまで来てくれて、これは火炎がもうバチバチですね。これ勝ちかな。 OK、 ちょっとね S 差ありましたけど、しっかりと、飛ばしていきますよと。 OK、 さあつく読み来ましたよと。あ、よろしくお願いします。さあ初手のそいつはもう英語も超えてんだよな。また負けるやつ。これは消しましょうかね。お、ノート来たんで頑張りたいですが、
ノート打つとこれどうかな。まあ、召喚ポジによりますね。さあヤンドール引きまして、さすがにノート打つか。お、いいっすね。さあ召喚がだいぶ取りづらいところに出てくれましたけど、さあ軽く曲げて、なるほど、アンチールね。それはだるいの、それはだるいでおじゃる。ただまだそんなに HP 減ってないんで、反転もまあ少なめと。どうしても避けられないのですね。これワンチャン2枚足あるかな。 C の5、そんなにこの D の2のコンボスキー強くないんで、2枚返し、あ、結構ありえましたけど、まあさすがに控えめと。力を合わせましょうね。さあウンディーネ引いてきますが、まあ一旦雷撃。さあこれもね、反転してしまうんだが、受けまして。で、これ大体 D の1なんで、D の1打つし、D の1打つ、B の1バイセ。で、一回ウンディーネ置いて最後、あ、そっちもあるか。まあ、それもありない。それもありますね。取りながらでいっかな。まあ、ティスは強いんで取りますか。さあ、ダブコンやっていきまして。バシバシ矢筒使いましょう。ただこっちどうやって飛ばすかっていう問題がありますね。正直もうロライン来ても遅いんで。お、さあ一応来ましたが、じゃあまあこれは打たせてもらえますか。ロラインこっちですね。これでまあ取らせて最後なんかやりたい。ちょっと回復、ちょっと回復。この絶妙な。これ3200アドプラス、まあ火炎効果アップ入ればどうかっていうところなんですが、さすがにちょっと弱いかなっていう。お、じゃあこれはちょっとロラインのコンボスキル使わせてもらいましょうか。結構ね、自分の駒多いんで、相当ね、打点は出そうですね。さあ、フィニッシャーはいないんじゃが、打ちます。どんなもんか？最大値出んのかな？いかがですか。さあ回復と火炎と、さすがに最大値出ると強いですね。コンボスキーは対戦明日分かり合うことができる。初手ロックは、なるほど、意外とこいつか。ショテロックリーティアか。これ平行打ってみようかな。さあ一旦様子見の東野パイセン。ノート来ましたが、ナルダルじゃあ打ちますかね。ちょっとね、特殊出しちゃうと東野が暴れてくるんで。で、どうしてくるか。さあ、ブランジェスタ一回のんびりと。コンボ使いたいけどな、どうかな、これ。コンボ使うのどう思います？これもフレヘリ置いちゃうかな、こんな感じで。火炎効果、上がるんで、まあ、そこそこかな。で、ルキアコンボスキルないのはいいんですが、グノー、それは痛えな。それは痛すぎ。ノート打ちますか。さあ東野がね、切れたタイミングで、ノート打っていきまして、相手もね、召喚してくるんだが、WO さん一昨日、スキップとローファー一気に見たんですけど、あれね、面白かったですよね。僕も見てました、スキップとローファー。さあ、それは何でしたっけ？ここ見え。へえ、なんか、珍しいの使ってますが。
盤面積んでる風だね。まあ3枚返し来てどうなるか。まあノートのコンボスキル残ってるんで、それがどう影響するかっていうところですね。これはね、ココミのコンボスキルどんな感じかな。弱かったら当てていきたいですね。自分の駒か。あー、どっちがいいかな。ちょっと矢筒の回復使いながらこんな感じで暴れましょうか。さあ、カッティングされてしまうんだが、バシバシ、回復していって、これね、まあ、一回コンボ食らうんですけど、あの F の5に潜れるんで、それを狙ってます。ノート動線これ使えるかな。ちょっと使えない風かもしれないですね。相手これ先着できるんで、C の2は。こっちもノート、うん、コンボ、あ、てか、あれ相手まだ使ってなかった。相手まだ使っていませんでしたか。まあこれで大丈夫そうかな。かなり後半に残してましたね。まあ、確かにライフバー強くなるし、ワンチャン飛びかな。12000。いや、さすがにペトラ来ても耐えるか。それは耐えると思います。 OK、 さすがにね。よし、じゃあエンデがパイセンで。プッセン、明日。オッケー。